ご視聴ありがとうございます。ハレルヤクロスの原根です。始まりました第37回 NTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今回のフォーマットは、スタンダードということで、ゲストにはこちらの方をお呼びしております。はい、ご視聴ありがとうございます。現スタンダード神のおかゆです。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。おかゆくんといえば現スタンダード神ということで、この前ですよ、晴れて防衛なさって、メデタルの神をこの一室でお出したわけですけど、神としての感想としては、防衛が僕らとまでできて、すごい嬉しかったですけど、スタンダードに関しては、結構デッキは難航してたんで、今回はスタンダード、自信ない状態ですね。神決定戦において、その挑戦者側と神側っていうか、心境変わるんですか？それともガチで一対一勝負と、そこの水面より変わりがないのか。あんまり挑戦者の頃とは気分は変わってないけど、一回挑戦者を経験している分は向こうがどんな感じで考えてくるかなっていうのは、なんか自分の気持ちになって考えることができて、それはちょっと面白かったですね。なるほどなるほど。まあこう考えるだろうなみたいな。そうですそうです。はいはいはい。ちなみに今回はどういうのそれ今回に関しては、僕が赤田の練習してても あんまり当たって嫌なデッキがないかも。これは赤田でくるだろう。はい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 。まあ何読まれて何持ってこいでも大丈夫だろうから、いるだろうみたいな。で、そこに寄せてやるわけです。まあ、見事ね、その先にハマってね。パッチリパッチリ。これはね、今後の期待外ですよね。まだまだ。まあ、今のゲーム神の中では一番維持してるから。まあ、スタンダード、どうすかね。1月に制限改定があって、まあ、モダンの改定とかもあったんですけど、まあ、スタンダードはまだ変わったばっかりで、いろんなデッキがある状態なんですけど。グランプリ選出のおかげで、まあ、やっとみんな結構たくさんデッキリストを貯めたゲームを、まあ、把握した感じになって、まあ、赤タイガーのデッキの完成度が上がってきて、結構バッタバッタな感じの、まあ、スタンダードらしい環境になったかなっていう感想です。赤タンとかはね、マイクの環境からいたから、その引き継ぎというか、なんかノウハウを貯めた状態で、ね、最初から完成度が結構あったけど、まあ、GP と経験した他のデッキもまあまあこう出来が良くなってきて、いろんな選択肢が出てきたようです。まあ、今回はね、そこで出てきたようなデッキをね、そこで回すことになると思いますので、まあ、じゃあ、早速ね、その対戦をやっていこうかと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。やるかキープしてます。こんな感じですけど、まあ基本的に一枚セルになりそうなんで、ギリギリやって良さそうですね。キープしましょう。じゃあ見ます。いや、無理っす。無限な感じです。山入ってる。どういうか。お、いいな、いいな。いいな、しない回そうと選んだり探検します。じゃあ坂アップ。そうだな、落とします。で、第1時間倒れて終了。スタッフ、もうでいけでしょう。いや、赤緑回るフォークですはい、こういう形でありまし。なるほど、これは後悔するかどう。爆発力、この瞬間爆発力マックス。お、こっちがいい。はい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 。これすごいことになるね。お、まずマスクか、まず2個があって、とんでもないな。あ、ドマスターマズレコドマスターマ接しながら7億までってなる。7億しながら難しいよ。セイユン、はい、で、すげえ。やった。はい、18です。おしまいです。また、うお、いいっすか。シュッ。ありますが、原本シュールカードはまあ入ってなさそうな気がする。ま
6点はい小6の12点です、はいはい、3番から OK、はい、次はこれになりそうなんで、まあ、これと一緒に動いてですね、関節が進んでいきましょう。一件に入る。わかった。どこか。探検でサイクリングめくるでしょ。癒しで。そうですね。実施ですかもね。もっとじゃならずものが強い。捨てるか選べるんじゃない。失敗です。はい。厳しいね。厳しいよ。おい。初手なんですか、懸念が実現してしまった。これをガスをテーブルしたのは相手がほとんどしてきたんで、まあ、ロナスを複雑なので、まあ、どっちか相手を全部行きましょう。なるほど、まあ、手が上がったりはしない。はい、次の顔に入る。次の点と。あれ、ちょっと、どうしようか。6点、残り6。で、こちらを頼んでしまいます。はい。よし、ドロー。もう引けた。ディフェンス出して。結局これな、フェニックスに助走を打たれると、死んでしまうので、もういるから。いや、これかっこいいです。意外と効いてるわ。繰り返すする方が逆だったらよかったなと果てしなく後悔してる。確かにそうです。砂漠はね、違う方が探ることができるから。どうしますはい、2つ目のやつを止めて、はい、繰り返すを崩しに行きましょう。まあ嫌だね。そこ。アリスもないんですよね。アリスはどうするんだけど、なぜないね。さすが、サンダルシーの言えんからな、分かる。砂漠は捨てる間違い。すごい人間がなんて思ってる。神やりたてです。知らない。かわいい。あー、なるほど。カウンターが6、6、ダイブが6、負け。なるほどね。いや、一旦遅れたんだろうかな。抜くのはこれです。なぜなら、さっき怒りだって焼かれたやつに弱いから。最後僕にとどめを刺したやつだね。こいつは無力だから抜きます。で、代わりに入れるのが、この辺です。あ、単純に、相手のデッキに対してクリティカルなカードを追加するのと、あとは、ちょっとね、青い部分が見えたんで、まあ、おそらく、あのカードが入ってるだってことで、それをちょっと意識して、こいつを入れています。この5枚を入れ替えます。まあ、この2枚を抜いて、まあ、こっちに入れ替えようかなと思います。まあ、それで結構、フェニックスが触りづらいので、まあ、このカード追加であって良さそうで、まあ、この辺のクリーチャーがある前提のカードで後手だとクリーチャーが残らないと腐ってしまいやすいので、まあ、少しずつ減らしてちょっとまあ受ける感じにしていこうかなと思います。じゃあ前提でキープですね、これは。あ、カードから入って、まあ、これでちょっと長期戦を見越せそうな形をしてるものがピークが来そうです。じゃあ始めます。隠れた資料で資料
こは剣と長雷についてしまう。あれ？悩ましいところですが、まあ特に、まあ、急いで出す必要もなさそうな当初の予定だと、こんな感じでいきましょう。今回の入場で3はい、カラブの神とかを対処するのが有名ですけど、まあ、探検とかが出てくるちょっとあると思います。はい、そして続きこのチャイムになります。はい、1番で終了的に相手の手段にプッシュと剣体的な両方があることがほぼ発覚した。マジ甘いのでプッシュだけとか剣体的な僕だけだとか森や黒間の秋をとかした方がいいんですけど、腕拠点を果たしたことも楽しくはどっちもないかなと思ったんですが、まあ、いずれにせよ厳しいですね。難しいところですが、まあ、これをこれで守るとちょっと返しが怖いので、目指すことにしています。入ります。はい。ちょっとか。たっぷり入れます。じゃあブロックに入ります。じゃあ収集車をダブルブロックします。割と以上の工程で発しました。はい。じゃあ3、4点か。終了。はい、
で起動しました、6から3。はい。で、何があるかわかんない。じゃあ、5点で。はい。5。残り5。マイスター3で。OK。おしまいです。あと、5。本当だ。はい、というわけでお送りさせていただきましたハレリアコンバット、いかがでしたでしょうか。ストでもう一瞬で終わりますやっぱり赤緑ってデッキはもう結構ドローソースが何もないデッキなんで、もう最高速で勝負するしかないんですけど、まあ全部のカードが1個ずつ遅れてやってきてちょっとずつ間に合うと思います。お互いレンジャーだけあるんで、こっちはまあそこそこ伸びやすい展開になりやすいんですけど、なんか違うのが止まってしまったか、そのまましばき倒して終わってしまって、まあやっぱりレンジャーとかは結構強いです。そうですね、レンジャー結構本当にもうならずもの2世かな。このデッキはそのならずものと違って6号までいきましたけど、うん、まあ、対戦前にちょっと話してたんですけど、まあ、序盤から中盤にかけての伸びが、まあ、その黒緑の方が強いので、そこにちょっと優位性があるのかなという気がしましたけど、こっちは結構やりづらかったですね。その火力が当たらないマナ液に強くなっちゃったか、まあ、ダメージになっちゃったりとかして、だからその引かなきゃいけないターンが早い。もうちょっとゆっくりゲームをして、そのドラゴンとか繋げられればよかったんですけど、もう今このタイミングドラゴンじゃダメだなと。そうですね、ドラゴンじゃ間に合わないぐらいサイズになるタイプにしたら、そうですね、もう階段は絶対ドラゴン引かないですから、こっちが殴るっていうか、うん、で結構ね、そのヘビとかも潜在的防御でちょっと睨みを利かしてきて、そんなサクッとやれる展開にならないとか、そういうこともあったりしたから、まあ、結構いい出来だなと感じました。まあ、神だからよく悪く真っ直ぐな出来なんで、やっぱりこの世代を、まあ、ちょっと結果見て気になったりっていうのは、うんうん、まあ、感触は、まあ、抑制が下げなんで、良さそうですけど、まあ、結構ね、いろんな出来が出てきてるので、まだスタンダード全然楽しめそうかなという気がしています。まあね、今回もの力をいかんなく発揮してもらったおかえさんなんですけど、まあ、そのおかえさんの現スタンドに挑戦する機会が、まあ、この先あるんですけど、まあ、ちょっと先にあるんですものの、5月27日今何3月じゃまだ始まったばっかりなんですけど、撮影状態かな。そうですね、まだまだドミナギアがね出て1ヶ月ぐらいかな。まあ、そのくらいのタイミングでね、紙シリーズ。まあ、全く違う状態で、まあ、1ヶ月したら、この環境もそこそこ、うん、まあ、元気は一通り出揃ってそうなぐらいです。そうですね、まあ、今、こんだけ、その、いろんなデッキが、この、拮抗してる中で、またワンセット加わってくるんで、まあ、なんか、すごいエキサイティングなものになってくるんじゃないかなと、気がしてます。はい。まあ、ここからまた別の話なんですけど、現在、チャンネル登録者数1万人以上集めて、ハレルヤコンバット in YouTube スペース、を撮影してみようという企画が進行中です。よろしければチャンネル登録の方をお願いします。今回はここまでとさせていただきます。岡井さん、今回はご協力ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。